みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、気をパンチ、トンチを効かせてスライディング、ドロンコまみれが勇ましく光るぜ。ドンロクチャレンジ精神、ドンクライめげずにファイティング、悔しい気持ちも終わり変えようぜ。汗かきでそっかき夢育ち、足大丈夫か？大したことはない。そうか、よかった。次は全国大会だな。ああ、お前たちの分まで頑張るぜ。まさか知らないのか？ん？帝国学園も全国大会に出場するんだ。前年度優勝チームには自動的に出場枠が与えられるからな。無敗であることが帝国の、そして俺の使命だった。だが俺たちには新たな目標ができた。目標？雷門中への雪辱は全国大会で果たす。そうか、もう一度帝国学園と戦えるのか。うん。全国大会に出られるとはな。大舞台でもう一度戦えるなんて、今からワクワクするぜ。ほい、餃子をお待ち。それは決勝まで勝ち進むという宣言と受け取ってよろしいかしら。ま、前年度優勝校と同地区の出場校はトーナメントの組み合わせが別ブロックになるのよ。だから決勝以外での対戦はありえないわ。へえ、そうなのか。また帝国と決勝戦か。おいおい、気が早すぎるぜ。夏美さん、なんでそんなに詳しいの？大会規約には隅から隅まで目を通したわ。ルールを知らずに慌てるのはもうこりごりだもの。へえ、さすが夏美先輩、頼もしいです。事務関係は得意分野よ。これからは音梨さんが情報担当、木野さんがフィジカル面担当ということでよろしくって。はい。あら、おいしい。敗北の報告なんて聞きたくなかったでしょうね。だけど敗北にも意味がある。いや、むしろ敗北にこそ、それを僕は学びました。
謝らなければいけないな。え？私はお前のことを影山さんに任せきっていた。父さん？期待だけ背負わせて私自身は何もしてやらなかった。それなのに愛情を注いでいるつもりになっていた。父親として恥ずかしい。お前は私の期待以上のものを自らの手で学び取ったようだ。それは3年連続優勝よりも価値がある。約束通り春菜を引き取る件ならもういいんです。え？僕も妹を引き取るのが兄としての愛情のつもりだった。恥ずかしい思い込みです。父さんに似たのかな。そうか。すみません、替え玉買いに行くお願いします。こっちはウーロン茶3つ。監督、俺餃子もう一皿。私も追加をお願いするわ。悪いな、あと一人前しか残ってない。それじゃ、夏美ちゃんどうぞ。夏美ちゃん？いっだな、いや、そのつい悪くないわね、その呼び方。なんだよ。だけど理事長代理としての私への敬意は忘れないでいただきたいわ。私の言葉は理事長の言葉よ。それじゃあ理事長ならどんな言葉をこいつらに送るかね。今やサッカー部は来門中の名誉を背負っていると言えるわ。必ず全国制覇を成し遂げてちょうだい。そう、やってやるぜな。よし、やろうぜ。絶対に全国制覇。絶対に全国制覇。俺さ、遠藤はファンタジスタだと思うんだよな。え？キーパーには使わない言葉よ。そうなんだけどさ、あいつのひらめきには誰も予想できない創造性がある。プレーだけじゃない。あいつといるといつも新しい何かが見られるような気がするんだ。そうね、それが遠藤くんなんだね。帝国学園では自分が蹴落とされないように必死でさ、チームメイトにさえ気を許せなかった。サッカーがこんなに楽しかったのを忘れてた。俺このチームが好きだ。サッカーが好きだったんだ。すいませんね、今日はもう。お、浮島、忘れられてなかったか。たった今まで思い出しもしなかったかな。口の減らないやつだ。来門中が帝国学園を倒したって聞いてな、なんだかお前の顔が見たくなったんだ。そうか、こいつがそのサッカー部キャプテン遠藤守だ。遠藤、まさか大輔さんの孫だよ。そうか、そうなのか。この人まさか。ああ、稲妻イレブンの一人だ。やっぱり俺、じいちゃんと稲妻イレブンの話を知ってからずっと憧れてたんです。伝説の稲妻イレブンに。伝説？はい、ものすごく強かった、無敵だったって。かっこいい、絶対かっこいい。知ってるのか、稲妻イレブンの悲劇は。もちろんです。そうか。だけど稲妻イレブンが強かったことに変わりはないよ。あんな事故さえなかったらもっともっと勝ち続けたはずです。俺たちももっと強くなりたいんです、稲妻イレブンみたいに。やっぱり来るんじゃなかったな。え、おじさん。おじさん、なんで急に帰っちゃうんですか。あんまり英雄視するな。え、稲妻イレブンは英雄なんかじゃない。お前が言うほど大したもんじゃない。どうして？おじさんだってその一人だったんでしょ、じいちゃんのイレブンの。稲妻イレブンは諦めちまったんだ、サッカーを。諦めた？俺たちは
誰一人もう一度立ち上がろうとはしなかった。みんなサッカーを捨てちまった。表舞台がダメでも草サッカーでだって続けることはできたはずだ。それなのに俺たちは。おじさん、これが伝説の正体だよ。稲妻イレブンはサッカーを捨てた負け犬というわけだ。だったらなんで来来系に来たの？おじさん、今でもサッカーが好きなんだよ。だから響のおじさんに会いに来たんだろ。だったらもう一度サッカーやろうよ。何？響のおじさんは、監督は帰ってきたよ、サッカーに。一緒にやろうよ、サッカー。あの河川敷でさ。やるぞ、浮島。響。日曜の朝、稲妻イレブンは河川敷に集合だ。いいな。集合って。今、稲妻イレブンって言ったよね。ああ。本当？本当に稲妻イレブンが？もう決めた。ライモン中イレブンと練習試合だ。じゃあ、すっげえ！見せてやろうぜ、伝説を。稲妻イレブンと戦える、戦えるんだ。本当に試合ができるんだ。やったー！やったぜ！稲妻イレブン。よし、行くぞ！助かります。審判を引き受けていただいて。なーに、稲妻イレブンの復活とあっちゃ黙っていられるわけがねえやな。夢みたいだ、稲妻イレブンとサッカーができるなんて。40年ぶりの伝説復活か。何が飛び出すか楽しみだな。どうだビルダー、走れるか？うん、バッチリだ。現役時代を思い出すな。中学生相手に負けられないよな。腕が鳴るぜ。いや、足か。よ生活指導の姿先生、あの人が稲妻イレブンだったなんて大スクープですよ。駅前の紳士服店のご主人もいます。理髪店の上村さんも。みんな雷門町で見たことある人たちだわ。おはよう皆さん。おはようお嬢様。今日は休暇をいただきます。バトラー、あなたが？再び彼らの勇姿を見られるとはな。いいか、今日は胸を借りるつもりで思いっきりぶつかっていこう。小僧どもよく見ておけ。これが稲妻イレブンのサッカーだ。え、キックオフシュート。まいったな、こりゃ。オーケー。はっ。すまん響き、クリアしようとしたんだが。おいおい。おいおい。ずるだ！なんだよ、近頃の若い者は。遠慮というものを知らんのかよ。信じられねえ。いくら40年ぶりだからって、あの稲妻イレブンの強さの片鱗もありゃしねえ。これが伝説の稲妻イレブン。これじゃ練習にもならんな。やっぱしダメか。まこんなもんだよな。40年も前だもんな。エンド、全然すごくないぞこの人たち。これで分かっただろう。
伝説の稲妻イレブンはもう存在しないんだ。伝説なんて関係ないよ。どうしていい加減なプレーをするのさ。こんな魂の抜けた試合して、おじさんたちが大好きだったサッカーに対して恥ずかしくないの？何も得るものはないわね、この試合。止めろ！錆びついちまってる。やっぱり諦めた時に終わっちまったんだ、俺のサッカーは。お前どうも、ババア。やばいじゃん。力だ。全然走り込みしてなかった。お前たち、なんだそのざま。響き。俺たちは伝説の稲妻イレブンなんだ。そしてここに、その伝説を夢に描いた子供たちがいる。監督、俺たちにはその思いを背負う責任があるんだ。その思いに応えてやろうじゃないか。本当の稲妻イレブンとして。本当の稲妻イレブン。俺たちは無敵の稲妻イレブン。やっと目覚めたか。証明しようぜ、伝説は真実だと。こっちだ。ドラゴンクラッシュ。見せてやろう、これが元祖ゴッドハンドだ。すっげえ、やっぱり元祖はすげえや。さあ浮島、見せてやれ。ビルダー。それでこそ稲妻イレブンだ。イエス、蘇ったな、本当に。すげえ、なんだ今の技は。あ、審判さん、タイム、タイムお願いします。サッカーにタイムはないぞ。大事なことなんです、お願いします。わかったよ。ありがとうございます。みんな来てくれ。あったぞ、炎の風緑だ。炎の風緑？解読できたのか？まあ、その上今日はお手本が目の前にある。絶対にものにしようぜ。で、誰がやるの？この技はスピードがビューン、ジャンプ力がビヨヨーンか。相変わらずの宇宙語ね。スピードとジャンプか。陸上部の出番だな。うん、これは風丸が適任だ。もう一人はゴーエンジだな。なんで話に加わらない？俺は控えだし、必殺技には絡まないから。影も薄いし。俺も最初は控えだった。え、そうだったんですか？だからって気を抜くな。サッカーはピッチの11人だけで戦っているんじゃない。いつでも出られるように準備をしておくんだ、体も心もな。いつか必ず存在を示す時が来る。存在を。よし、風丸、ゴーエンジ頼んだぜ。ああ、ほう、
あれをやるつもりなのか。えっ、焦るな、俺たちにも必ずできる。貴様、もう一度見せてやるか。ああ、しっかりとな。この技の鍵は二人の距離だよ。二人がボールを中心に同じ距離、同じスピードで合わせないとダメなんだ。なるほど、そういうことか。よく気がついたな。カズマル、ゴーエイジ、行け。はあ、行くぞ。はい、今だ。気がついたか。炎の風見取り、やった、見事だ。響き、俺は思い出したよ。ああ、サッカーは楽しいんだってなあ、みんな。あの子たちならば伝説なんかじゃない、本当の稲妻イレブンになってくれるかもしれないな。ああ、さあ、次はいよいよ全国大会だぞ。ああ、誰にも隠せない、この時ね、きっとしたら伝えられる。おでんぼーい、おでんがーい、レトロモダンな食べ物に生き物、好きなんだもの。大会を前にして、ライモンサッカー部にまたまた問題発生だ。風丸、俺はお前の気持ちを大事にしたい。次回、稲妻イレブン来たぜ全国大会、これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン、今日の格言。やっぱり元祖はすごい。以上。